Thank you.
へえ、フローラは人間の国のお姫様なんだね。そうですわ。花と水にあふれたとても美しい国ですのよ。ユウは、フローラは最初はびっくりしていましたが、すぐにその話を信じます。魔物の中には穏やかな心を持つ方もいるという話は聞いたことがありますわ。途中に通った魔物の村の人たちも穏やかでしたし、ただお父様や周りの家来たちは魔物は皆凶暴なものだと信じ込んでいますわ。そうなんだ。確かに凶暴な魔物もいるもんね。ユウは残念そうにうなずきます。いえ、それだけではない理由がありますの。私が願いの泉に来たのもその理由のためですわ。フローラは人間の国で今何が起きているかを話し始めました。かつて魔王軍に攻め込まれ支配されそうになっていた人間の国、勇者が魔王を打ち倒したことで国は救われたが、魔王や魔物への恐怖は人々の記憶に強く刻まれた。それからしばらくの年月の間、人間たちは平和に暮らしていた。しかし魔王が復活し、再び人間の国を攻めるために力を蓄えているというのだ。魔王の恐怖を思い出した国中の人々は怯え戸惑い、国王は心労により病の床に伏してしまう。国の危機に心を痛めたフローラは、非力な自分でもできることを必死に考え、幼い頃に聞いた願いの泉の伝説のことを思い出す。そして望みが薄いとは知りながら泉を探す旅に出たのであった。そうなんだ。国のみんなとお父さんのために、この試練を乗り越えればみんなの不安を取り除くことができるのです。休憩はもう十分ですわね。さあ参りましょう、ユウ。うん、行こう。二人は再び歩み出します。
ユーとフローラは試練の道の終点にたどり着きました。なんだろうこれ、黒い泉？そこにあったのは真っ黒な泉。普段の暖かな雰囲気の泉と違い、黒い泉からは冷たくゾワゾワとした空気が漂ってきます。お二人ともよく来ましたね。ここが試練の終点です。二人の頭の中で泉の精霊の声が響きます。終点？これで試練はおしまいですの？いいえ、最後の試練が残っています。黒い泉の湖面が揺らめき、何かがドロドロと湧き出してきました。それはグネグネとうねる不定形の黒い液体でしたが、やがて何かに似た姿形に変わっていきました。黒い私？そう、その姿はフローラの生き写しのようでした。これはあなたの心の闇、そして今あなたが抱える心の闇は臆病さです。臆病さ？そう、心の闇はあなたの心の弱さの象徴。心の弱さを乗り越え闇を打ち倒すことが最後の試練なのです。心の弱さを乗り越える。フローラは心を奮い立たせ、フローラの影を睨みつけます。フローラの影もフローラの目を睨み返してきました。するとフローラが突然ブルブルと震え出します。フローラどうしたの？ユーはフローラのそばに駆け寄ります。あ、恐ろしい魔王が私たちの国を、国のみんなを。フローラは恐怖にとらわれその場にうずくまってしまいます。フローラは今自分自身の心の弱さに攻撃されています。これを乗り越えなければ心の闇と戦うことはできません。しかしフローラは完全に心が折れてしまったようで、もはや小さく震えることしかできません。フローラは闇にとらわれた心の中で悪夢を見ていました。美しい花と水の国が蹂躙され、忠実な家来や優しい父親が魔物たちの爪にかかって倒れてゆく様を、無力なお姫様にはどうすることもできません。私にはどうすることもできない。私はこうして震えていることしかできない。よ、だい、だよ、この声は。大丈夫だよ、大丈夫だよフローラ。大丈夫？どうして？だって私が魔王を倒すから。
フローラの心に広がっていた悪夢が晴れていきます。ユウ、魔王を倒すなんて、なぜあなたが？それはね、私勇者の娘だもん。子供が魔王を倒せるなんて、ユウの言葉をそのまま信じたわけではないでしょう。しかし、自信を持って言い切るユウの姿を見て、フローラもつられて勇気が湧いてきました。そうですわよね。魔王なんか倒してしまえばいいのですわ。フローラはゆっくりと立ち上がり、自分の影に向かって指を突きつけ叫びます。だからこんなところで私の影なんかには負けてられませんわ。ユウの助けで心の弱さを乗り越えたフローラは、フローラの影に立ち向かって行きます。
二人はフローラの影をなんとか打ち倒すことができました。冷たくまがまがしい黒い歪みはフローラの影の消滅とともにいつもの薄桃色の歪みに戻っていました。よくやりましたねフローラ、あなたは泉の試練を乗り越えました。再び泉の精霊の声が頭に響き渡ります。約束通りあなたの願いを助ける力を授けましょう。フローラとユウが何が起きるのかドキドキしていると泉から薄桃色に光る破片のようなものが浮かび上がってきました。それと同時にユウ、懐で何かが光ってますわよ。ユウの道具入れの中でも何かが光っていました。それを取り出してみるとパの剣が光ってる。これは勇者の剣の折れた刃先です。勇者の娘であるあなたにこれを返しましょう。さあその剣の束を前に差し出してください。勇が剣の束を刃先に向かって差し出すと剣の束と刃先は強い光を放ち一つの大きな光となりました。やがて光が収まると優の手には一本の剣が握られていました。わあ、パパの剣が治った。木の剣とは全然違う確かな重みと力強さがユウの手に伝わります。この剣と一緒ならどんなに怖い魔物とも戦えそうです。いずれその剣が役に立つ時が来るでしょう。これで泉の助けは授けられました。元の世界に戻りたければその泉に飛び込みなさい。あなたたちの旅に泉の恵みのあらんこと。そして泉の精霊の声は聞こえなくなりました。ユウは本当に勇者の娘でしたのね。え？信じてなかったの？だって口だけなら何とでも言えますわ。まあでもおかげで助かりました。こうやって願いも叶えてもらえましたし。え、でもなんかフローラの願いなのに私の剣が治るなんて、私の願いが叶っちゃったような。
頭をひねるユウに、フローラは自信を持って言います。そんなことありませんわ。私はユウが魔王を倒すって言ってくれたこと信じていますもの。だからここでユウと会えたということが、私にとって願いが叶っているということなのですわ。ユウはフローラの言葉に勇気づけられ、勇者の剣を見つめて魔王を倒す決意を固めます。じゃあそろそろ戻ろうか、元の世界へ。ユウとフローラはせーのと一緒に泉に飛び込みました。元の世界へ戻ったユウとフローラ。泉のそばには慌てた様子の兵士がいました。ああ、フローラ姫様。フローラを見つけた兵士は泣きながら駆け寄ってきます。フローラは兵士にユウの助けのおかげで目的を果たすことができたと説明します。兵士はユウに何度も何度も頭を下げてお礼を言いました。そして早く国に帰りましょうと、まだユウとの別れが名残惜しいフローラを無理やり引っ張って人間の国へと帰っていきました。ああ、行っちゃった。お別れの挨拶できなかったな。あ、もう夕方だ。遅くなっちゃった。早く帰らなきゃ。そしてユウは村の近くまで戻って王様ドラゴンと合流し、山の隅かへと帰ったのでした。